チェブジェンチェブジェンはアフリカ大陸西岸、セネガルの料理の一つ。ウォロフ語でチェブは、ベー、ジェンは魚を意味する。その名の通り、魚の煮汁で炊いたピラフにも似たベー料理。アフリカ料理の中で最も洗練されていると言われるセネガル料理でも最もセネガル人が誇りとする料理である。チェブジェンの材料一式用鍋に落花生油を大量に熱し、 魚の切り身とニンニク、玉ねぎのみじん切りを油にする。使う魚は、日清科のヤーボイが最も一般的である。トマトのみじん切り、トマトピューレを加えて、さらに15分ほど煮る。鍋に大量の水を注ぎ、ナス、キャベツ、大根、人参、かぼカボチャなどの野菜を皮を剥いて、食べやすい大きさに切り、鍋に入れる。ナツメグ、生姜、クミン、 唐辛子などの香辛料を適宜加えて煮込む。好みで固形分野も入れる。多少砕いたインディカ米を洗い、古式に入れる。それを魚と野菜を煮る。大鍋の上に仕掛ける。大鍋から上がる蒸気で蒸すわけである。15分ほど蒸した後、鍋から野菜や魚などの固形物を引き上げ、残った煮汁の中に蒸した米を入れて炊く。炊き上がった飯を皿に盛り付け。 取り分けタグを添える。セネガル料理には、ベンナチンというジャンルがある。肉や、魚、野菜を炒めて煮込み、その煮汁で飯を炊く一種の炊き込みご飯。文字通り鍋一つで、すべての煮炊きが済む調理法だが、チェブジェンは、その代表的なものである。一説によれば、セネガル川川口の港町、三類がチェブジェンの故郷だという。 三類の町は欧米への奴隷積み出し港でもあり、ここから連れ去られたセネガルの主要民族、ウォロフ族は北米の農場などで魚の代わりに肉を用いた炊き込み飯、チェブヤップを作り、それが北米ではジョロフライスとして英語で定着した。チェブジェンやチェブヤップに由来するジョロフライスはアメリカでは最もポピュラーなアフリカ料理である。現在、チェブジェンは セネガルの家庭で広く食されるほか、首都ダカールのフランス料理店でも味わうことができる。ありがとうございます。